ジャックさん、いらっしゃいまして。あ、シンデレラ、どうしたの？その、実は見ていただきたいものがあるんですの。見てほしいもの？じゃーん、これですわ。これは、何？筒みたいな形だけど。これは、口紅ですわ。口紅？何に使うものなの？それが、私にもわかりませんの。昔の女性がしていたというお化粧に関係のあるものらしいんですけれど。お化粧？へえ、昔の女の人が。っていうか、よくそんなこと知ってるね。この古雑誌に載ってましたの。ところどころ破れていて、詳しいことがわからないのが残念ですわ。そっか。でも、なんでまた僕にこれを？実は、口紅は誰かに指で唇に塗ってもらうものらしいんですの。指で唇にって、まさかそのまさかですわ。私、ぜひジャックさんに口紅を塗ってほしいんですの。そんな急に言われても。お嫌でして？いや、そんなことはないけど。それでは早速お願いいたしますわ。じゃあ塗るね。大丈夫？なんでもありませんわ。ただ少しくすぐったくて。でも大丈夫ですわ。そっか。じゃあ続きを。大げさな。どうですかしら。似合っていまして。うん。どういたしましたの？え？いや、なんでもないよ。よく似合ってるよ。ありがとうございます。嬉しいですわ。化粧ってすごいんだね。昔の女性はみんなしていたらしいんですの。ほら、この足にも。へえ、どれどれ？ん？これって…あら、これは…口紅って、別に人に塗ってもらわなくてもいいんだね。この雑誌の中の人、自分で塗ってるし。別に指で塗らなくてもいいみたいですわね。早とちりしちゃったね。そうですわね。ごめんなさいまし。白雪姫、いる？ジャックさん、どうしたんですか？今、ちょっと外出の準備中でして。あ、ごめん。どこかに出かけるの？ええ、親指姉様のお使いで町に行くところだったんです。そっか。No.
かご用ですか？じゃあ、その、僕も一緒に行っていいかな？え、でも、無理に付き合わなくていいですよ、こんな自分に。なんていうか、その、そう、僕も町に用事があるんだ。ダメかな？そういうことなら、別に構いませんけど。じゃあ、一緒に行こう。お使い、思ったより早く終わったね。そういえば、ジャックさんの用事は何だったんですか？え？あ、いや、それはその…あ、白雪お姉ちゃんだ！あら、こんにちは！元気でしたか？ちゃんといい子にしてますか？うん、僕は元気！でも、お姉ちゃんはなんだか元気なさそう…そんなことはないですよ。白雪はいつでも元気です。ほら、この通り。そっか、よかった。あ、そうだ、元気な子にはこれをあげますね。あ、リンゴ、やったー。僕、リンゴ大好き。ありがとう、お姉ちゃん。ならよかったです。また町に来た時にはリンゴを持ってきますね。じゃあまたね、お姉ちゃん。またいい子にしてるんですよ。うん、バイバーイ。白雪姫。あ、ごめんなさい、よく町で会う子だったからつい。この間は本当にごめん。え？白雪姫にはいいところがたくさんあるのに、うまく言えなくて、その、照れちゃってたんだ。そんな、白雪にいいところなんて。君は、こんなに優しい子なのに。それは知ってたはずなのに、僕は、それに甘えてしまってたんだ。優しいなんて何もすごくないですよ、白雪なんて。そんなことないよ、それは立派な取り柄だと思う。でも、親指姉様やネムちゃんの方がいいところはたくさんありますし、そそっかしくないし、みんなの役に立ってますし、それに比べたら白雪なんて。君は親指姫や眠り姫と自分を比べていたんだね。なんでそんなこと。だって、この間羨ましいって言ってたから。聞こえてたんですね。でもそれは違うよ。いくら姉妹だからって誰かと比べる必要なんてない。あの二人は確かに個性的だけど、君の誰かを思いやる気持ちは二人に決して劣ってないと思う。あ、ジャックさん。白雪姫の優しさは形には見えないけど、誰にも真似できないよ。少なくとも僕はそう思うんだ。そんなことありがとうございます。嬉しい。なんだかとても楽になりました。そっか、それならよかった。白雪こそごめんなさい、この間は突っぱねてしまって。ううん、そんなこと。なのにそんな風に言ってくれるなんて、ジャックさんも本当に優しいんですね。え？そうかな。そのリアクション、なんだか白雪そっくりです。白雪は白雪ですもんね。他の人と比べても仕方ないです。
白雪姫。ジャックさん、本当にありがとう。そそっかしい白雪ですが、これからもよろしくお願いします。もちろんだよ。白雪姫、いる？あ、ジャックさん、急に呼び出したりしてすみません。ううん、大丈夫だよ。それよりどうしたの？その、実はお願いがあるんです。お願い？この間、お洋服をもらったんですけど、見て欲しくて。へえ、でもなんでまた僕に？その似合うかどうか男性の意見も欲しくて。ダメですか？そっか、僕なんかでよければもちろんいいよ。本当ですか？ありがとうございます。じゃあ早速着替えます。はい。来ました。もうこっちを向いて大丈夫です。閉めた方が。え？ああ、すみません。ごめん、変なこと言って。ああ、早く閉めないと。白雪には小さかったみたいです。やっぱり撮ってるから。そんなこと。いえ、いいんです、知ってましたから。そういえばその服誰からもらったの？親指姉様です。え？そうなの？それは。白雪姫、いるかな？あ、ジャックさん、こんにちは。今日はどうしたんですか？いや、用事があったわけじゃないんだけど、ちょっと顔が見たくなって。そうだったんですか。ありがとうございます。でも、よかった。なんていうか、最近元気そうで。あれからちょっと自信が持てたんです。前と何が変わったわけでもないんですけど。そっか。きっと
そんなことないよ。そうだ。え？あ、いや、それならそのせっかくだから鏡を見てみない？でも、そのうまく言えないけれど、今だから君にちゃんと自分を見てほしいんだ。ダメかな？やっぱり怖い？わかりました。正直言ってちょっと怖いですけど、やってみます。ありがとう。ジャックさんがお礼を言うのはおかしいですよ。それもそうだね。でもそのちゃんとそばにいてくださいね。もちろん。よーし、頑張ります。えい。白雪姫、大丈夫？やっぱり怖かった？やっぱり地味です。そしてやっぱりちょっと太ってるような気がします。そんなことないと思うけど。でもちょっと驚いてます。こんなにちゃんと鏡を見られたのは生まれて初めてかも。そっか。きっとジャックさんがそばにいてくれたからです。ありがとうございます。でも白雪姫は全然地味じゃないよ。その笑顔の白雪姫はすごく素敵だと思う。ありがとうございます。じゃあこれで地味なのはジャックさんだけになりましたね。いや、僕だけになるのはちょっとそれは。冗談です。そっか。ジャックさん、これからも白雪を見てくださいね。うん。ジャックさん、どうしましたか？よいしょ、これでよしと。それはそれとして、いつ見ても惚れ惚れする眠りっぷりだな。眠り姫、ちょっと聞いてもいいかな？君のこの部屋なんだけど、どうしてこんな感じなの？インテリアに凝ってるとか。あ、違うんだ。じゃあ単純に植物が好きなのかな？植物があった方がきっとよく眠れるんだね。はあ、え？どうしたの？惚れ？え？ああ、さっきの惚れ惚れする眠りっぷりだって言ったんだよ。
それってどういう。眠り姫、今のは一体どういう意味。ね、眠ってる。姫、ごめん、気づかなかった。なんでもないよ、大したことじゃないんだ。ちょっと外の空気に触れたくなって。ごめんね、昼寝の邪魔して。眠り姫、そのためにここに来てたんだよね。僕はそろそろ行くね。風邪ひかないようにね。それじゃあ。どうしたの？ね、眠り姫？なんでもない。ちょっと。私の番ね。
つい。緊張するな。これでどうだ。いや、戻ったわよ。キャッお願い。行きますわ。お気を確かに。僕の番か。聞いてくれ。お相手しますわ。サポートいたしますわ。いつでもいいよ。もう大丈夫よ。覚悟なさいませ。緊張するな。助かりましたよ。サポートいたしますわ。助かりましたよ。僕の番か。聞いてくれ。大丈夫よ。いや、はぁ、緊張するな。意識が。私の番ね。使いなさい。行きましてよ。あたしの番だね。いつでもいいよ。私の番ね。任せて。覚悟なさいませ。やだ。相手にだろう。僕の番か。任せなさい。あたしの番だね。任せて。使いなさい。片付きましたわね。
でどうだ。準備はよろしくて。頑張るぞ。ここは引こう。ここで使うわ。負けないよ。頑張るぞ。待ってて。行くわ。ありがとう。サポートして。いや、やだ。痛っ。私の番だね。任せて。覚悟しなさい。覚悟なさいませ。お助けしますわ。我の番だな。癒しの術だ。行くわよ。はっ。任せて。えっ。覚悟なさいませ。緊張するな。あ、行くよ。任せなさい。手助け我の番してあげるわ。癒しの術だ。任せて。当たった。行くぞ。行きましたよ。任せなさい。これを。僕の番か。任せて。サポートいたしますわ。はっ。行くぞ。あの世で後悔するがよい。私の番だね。私の番ね。サポートしてあげる。頑張るぞ。行きましたよ。やだ。私の番だね。私の番ね。緊張するな。行きましたよ。やだ。は。行くぞ。手当てしてやろう。私の番だね。任せなさい。頑張るぞ。待ってて。行きましたよ。やだ。はっ。行くよ。私の番ね。僕の番か。覚悟なさいませ。お助けしますわ。私の番ね。頑張るぞ。相手になろう。お相手しますわ。私の番ね。待ってました。いや、僕の番か。行くぞ。覚悟なさいませ。任せて。行くぞ。任せて。我の番。ありがとう。手当てしてやろう。行きましたよ。任せて。やだ。はっ。行くよ。えい。行くぞ。覚悟なさいませ。任せて。みんな無事かしら。緊張するな。行くわ。サポートしてあげる。行くわよ。覚悟しなさい。お相手しますわ。行くぞ。手当てしてやろう。いや、やだ。やだ。待ってて。帰るわ。
お相手しますわ。私の番だね。まだいける。私の番ね。これは僕の番か。これだったわ。お相手しますわ。サポートいたしますわ。いや、私の番ね。サポートして。任せて。僕の番か。かかってこい。しっかりしろ。僕の番か。私の番ね。任せて。はっ、待ちきれない。地獄で後悔するがよい。キャン。キャン。これで気がつくわね。そこよ。待ちきれない。しっかりしろ。お相手しますわ。顔色悪いわ。任せなさい。緊張するな。行くわよ。行きましたよ。しますわ。やだよ。終わった。癒しの術だ。私の番だね。私の番ね。いつでもいいよ。任せて。行きましたよ。あんた。何を。緊張するな。これで私の番ね。行くぞ。癒しの術だ。お相手しますわ。はあ、あんた任せなさい。行くわよ。当たって。お相手しますわ。お気を確かに。行くぞ。癒しの術だ。待て。私の番ね。覚悟なさいませ。あや、任せて。この任せなさい。そこよ。行くよ。我の番だな。癒しの術だ。覚悟なさいませ。やだ。は、負けてられない。任せなさい。私の番だね。みんな、怪我なかった？アイテム発見！見つけましたわ。ここまで来れば安全ね。ここで使うわ。行きますわよ。いつでもいいよ。任せて。私の番ね。手助けしてあげるわ。やだ。
行くわよ。覚悟しなさい。行きましたよ。我の番だな。手当てしてやるよ。行くぞ。行くわよ。当たって。行くわ。サポートして。行くぞ。手当てしてやる。行くぞ。行きましたよ。あ、私の番ね。行くわよ。えい、キャン、行くぞ。これで。覚悟なさいませ。サポートいたしますわ。行くぞ。あの世で後悔するがよい。任せなさい。私の番ね。あるぞ。行きます。あんた、私の番ね。助かりましたよ。私の番ね。頑張るぞ。行きましたよ。お気を確かに。相手になろう。そこだ。任せなさい。そこよ。行くよ。私の番ね。当たって。あるぞ。任せて。ありがとう。お相手しますわ。いや、行くわ。待ってました。私の番ね。当たって。やだ。僕の番か。行きましたよ。お助けしますわ。やだ。手当てしてよ。任せなさい。行くよ。そこだ。頑張るぞ。行くわ。はっ、待ってました。行くぞ。相手になろう。手当てしてやろう。おや、この私の番ね。待ってました。えい、僕の番か。待ってて。ありがとう。私の番ね。任せなさい。行くぞ。そこだ。待ってました。頑張るぞ。行きましたよ。はぁ、任せて。私の番ね。我の番だな。待ってました。出直していらっしゃい。
行くわよ。当たった。お相手しますわ。行くぞ。手当てしてやろう。いや、いや、覚悟なさいませ。いや、頑張るぞ。行くよ。相手になろう。癒しの術だ。行くわ。手助けしてあげるわ。行くぞ。行きましたよ。サポートいたしますわ。ケイ、任せて。行くぞ。はあ、私の番ね。これでどう？いつでもいいよ。待ってて。いや、行きましたよ。そこだ。行くわよ。やったわ。相手になろう。手当てしてやろう。僕の番か。覚悟なさいませ。お助けしますわ。私の番だね。私の番ね。そこよ。任せて。くらいなさい。行くぞ。お相手しますわ。行くわ。手助け。待ってました。してあげるわ。行くわよ。くらいなさい。いや、行くぞ。行きましたよ。癒しの術だ。そこだ。私の番ね。行くわ。緊張するな。待ってて。行きましたよ。サポートいたしますが。任せて。そこだ。私の番ね。行くぞ。覚悟なさいませ。待ってました。やった。行くわよ。当たって。相手になろう。行くわ。はっ。行くぞ。覚悟なさいませ。お気を確かに。待ってました。我の番だな。任せなさい。任せて。いい感じで楽勝だ。手に入れたわ。拾ったぞ。準備はよろしくて。いつでもいいよ。行くわ。行くよ。私の番ね。拾ったぞ。拾った。ここで使うわ。メルケンだ。頑張るぞ。任せなさい。サポートして。待ってました。任せて。お相手しますわ。相手になろう。癒しの術だ。いや、これで。こっちだ。お相手しますわ。何を。我の番だな。癒しの術だ。任せて。当たって。行くわ。そこよ。行きましたよ。やった。そう、でも行くわ。これを受けてみる。まだいけるわ。は？気
緊張するな。任せて。ありがとう。手当てしてやろう。いや、いた。覚悟なさいませ。お助けしますよ。あ、いた。任せなさい。これを。助かったわ。えい、行くぞ。お相手しますわ。ここは私が。我の番だな。手当てしてやろう。私の番ね。サポートして。任せて。当たって。頑張るぞ。覚悟なさいませ。やった。待ってました。行くぞ。これで。あ、いた。ありがとう。お助けしますわ。癒しの術だ。無理しないでね。おや、覚悟しなさい。任せなさい。は、待ってました。あ、相手になろう。緊張するな。僕の番か。覚悟なさいませ。サポートいたしますわ。行くわ。我の番だな。せい。私の番ね。えい、行くよ。僕の番か。任せて。やめろ。は、行きましたよ。サポートいたしますわ。我の番だな。手当てしてやろう。任せて。このやった。待ってました。やった。はっ、行きましたよ。任せて。当たって。行くぞ。手当てしてやろう。行くぞ。待ってました。いや、私の番ね。行きましたよ。レスは頑張るぞ。任せて。この私の番だね。私の番ね。出直していらっしゃい。Thank you.
い。それでいいのかい。いらっしゃい。